算数理工学2回目の授業を始めていきます。立ち上げの基礎を1回目からやってますけども、今回、全括弧の立て方という話をしていきます。よろしくお願いします。今日の目標は、この全括弧を立てられるようになるということです。で、次回、この立てた全括弧を解くというか、解析するという話をするんですけども、どういう問題で、この全括弧が必要になるのかということを今日は話をしていくということになります。で、二つトピックがあって、一つは組み合わせ構造の数え上げというものです。で、もう一つはアルゴリズムの計算量です。で、今日まず、初めに格言があるんですけども、アルゴリズムの計算量解析っていうのは、数え上げです。ステップの数、どれぐらい、ステップを踏むのかってことを数えるっていうのが、アルゴリズムの計算量解析においては重要になってきて、特にそれを、やるわけですけども、皆さんそういう意識をあんまり持っていないかもしれません。ただ、実際は数え上げを行うというのが、このアルゴリズムの計算量解析の基盤になっていることですので、そういう視点を今日は身につけていただきたいですし、そういうことを実際に行っていきたいというふうに思っているのが今日の後半の話になります。で、まずこの組み合わせ構造の数え上げっていう話から始めていきます。で、特にですね、このグラフにおける独立集合の数え上げっていう話を今日は、例として扱っていきますけども、他のものでもいろんなところで使えるということになります。はい。で、グラフの話をしていきたいので、一応そのグラフの復習というか、もしご存じない方は、ここで、勉強するということになります。で、今日扱うグラフはですね、向こうグラフと呼ばれるものです。向こうですね。向こう、だから向きがないグラフというものなんですけども、どういうものかというと、これ、数学的にやってますけども、これ、順序対ですね。V と E というものからできているもので、V は集合です。この授業ではこの V は、有限集合なんですけども、V ですという集合。で、E っていうのは、この E ですね。E っていうのは、この V の要素数2の部分集合を集めたものです。要素数2ですね。で、今ここに例がありますけども、例えばこの V として1、2、3、4、5ってこれ有限集合ですね。だからこれ V としましょうと。で、E っていうのは V の要素を2つ持ってきて作った部分集合ですね。をいくつか持ってきて作った集合ですが、これ集合の集合ですね。ですね。で、思い出すのはこの波括弧。これで集合を表すということです。そういう、記号の使い方を表すんだったってことですね。はい。で、一応ちょっと、注意で言っとくんですけども、これはですね、波括弧です。日本語で言うとか、これ波括弧。波括弧であって、これ、中括弧ではないってことは、ちょっとここで、補足というか、補足ですけども、基本的にですね、括弧に大きさはないです。括弧に大きさはないです。だから、今ですね、この波括弧が、この何ですか、入れ子で使われているわけです。で、これは重要で、もしですね、これ中括弧だと思っていたら、その外側に使っているのはこの大括弧でないといけないのではないかっていうふうに思うかもしれませんけども、そういうものではないと思ってください。だから、基本的にですね、括弧に大きさはないと思ってください。で、括弧に大きさはないけども、意味はあるんですね。だから、この波括弧っていうのは、これ集合を表す記法ですから、だから、この外側です。例えば、この括弧でですね、こういうふうに書いてしまったら、これは違うものを表すことになります。こうすると、E は集合じゃなくなってしまうわけですね。で、こういうことしないってことです。こういうふうに書かないので、これは注意をしてください。これ全般的な注意です。だから、括弧に大きさはないと思ってください。それも、格言にしてもいいんですけども、ちょっと、格言にするにはちょっとよろしくない、ふさわしくないので、これ注意だけという形で言いますけども、括弧に大きさはないと思ってください。ちょっと、じゃあ書きましょうかね。括弧に大きさはない。大きさはない。と思ってください。だから、これ、中ぐらいとかじゃなくて、これは、集合を表す、なんていうんですか、括弧で、逆に言わせると、波括弧は集合を表すために使うということになります。で、集合っていうのは、何かを集めて、この入れ物を入れてるだけなので、例えば、今、25って集合があるんですけども、これと、この52っていう集合は、これは同じものです。だから集合においては、この順序をどのように書いても、構わない。あるいは、どのように書いても同じものを表すということになるので、それを注意してください。
はい。で、これが無効グラフの定義です。このような V と E を組にしたもの、順序対のことを無効グラフと言います。で、それでですね、こういうものを無効グラフというふうに定義されるんですけども、皆さんがグラフというものを思い浮かべたり、今まで習ってきたものは、なんかこういう形で、集合で書かれているというふうな意識はあんまりないかもしれません。で、なんでかっていうと、集合っていうのはこういう形でですね、図示される形で書かれることが多いからです。で、これどういう図かというとですね、これはですね、1、2、3、4、5っていう頂点があった。それが今、これ丸で囲まれて、1、2、3、4、5っていうふうな形でこれ書かれています。ね。で、この E の方ですね。これはその1、2とか1、5とかっていう、この要素数2の部分集合が集まってるわけですけれども、この1、2っていうこの部分集合は、この1と2って丸をこう結んでる線を表しているというふうに思ってください。例えば、これ3、4っていう集合ありますけども、これは3と4を結ぶ線を表していると。こういうことになるわけです。で、そうするとですね、今、1、2、3、4、5、6、7と、E の中には7個、この要素があるんですけども、その7個の要素に対応して、1、2、3、4、5、6、7と、こう7本の、線がある。ってことになるわけです。ですかね。って形で、図示することが多かったりします。こういうのをグラフの図示と言ったりします。で、一応その無効グラフにいろんな用語があるので、それを言っていきましょうと。で、無効グラフ書くというのは、なんかこういうような、記号をしたりします。先ほど無効グラフっていうのはこの V と E の組だっていうふうに言ったんですけども、それを合わせてなんか一つの文字で表して G とかっていうふうに書くんだとすると、G イコール VE というような書き方で、この V と E が組になった無効グラフ G っていうのを表すという形にするわけです。で、この時ですね、この V っていうのを、からですね。G の頂点集合と言ったりします。で、V の要素自身は頂点と呼ぶと。G の頂点と呼ぶというふうにします。だから先ほどのこの図示した形で言うと、この1、2、3、4、5っていうこの丸で囲まれている一つ一つのもの、これが、このグラフの頂点です。で、一方で E の方は変集合と呼ばれて、E の要素のことを G の変と言います。だからこの一つ一つのこの線に対応する集合ですね。この1、2っていう集合。これは G の変です。2、4っていう集合。これは、だから2と4を結ぶ線に対応するわけですけども、これも G の辺になるわけです。かね。だから、辺が7つあるということになります。はい。今、それがこの2行までの、用語の定義ですね。で、あと3つ、ちょっとこの用語を定義していくんですけども、これを言いますと。UV というこの辺があるときに、この、これ、つまりこれ、頂点2つ、ある。それを組にしているわけですけども、集合なんですけども、この U と V っていうのをこの辺の端点と言います。例えば、この2と3を結んでいる辺があったら、その結んでいる2と3という頂点のことをこの辺の端点と言います。頂点2、3は辺2、3の端点ですと。ですね。で、この時に、この時の説明、これ下から2つ目ですね。頂点 V が辺 E の端点であるときに、V は E に接続すると言います。ですね。V は E に接続する。だから、この頂点2っていうのは、辺2、3に接続するという言い方をします。辺2、3は頂点2に接続するっていう言い方もしたりします。ですかね。で、頂点 U と V が辺をなすとき、U と V は隣接すると言います。だから、この例と、この2と3っていうのは辺で結ばれている、辺でおなしているので、2と3という頂点は隣接するというふうに言うわけです。だから、ここでですね、この接続するっていう、用語と、この隣接するっていう語は、明確に違う意味を持ってるんだってことは理解してください。ちょっと上に書くと、接続するっていう、その接続関係っていうのは、このグラフにおいては、頂点と辺の間の関係。であって、隣接っていうのは、頂点と頂点の間の関係。隣接関係っていうのは頂点と頂点の間の関係に使われる用語です。ということですね。だからそれは明確に区別をしてください。関係。だから皆さん、ちゃんと、正しく用語を使うっていうのはこの授業の目的の一つなんですけども、この接続と隣接っていう用語の使い分けもちゃんとできるようになってください。はい。で、ここまでは用語のお話です。で、この頂点とかですね、辺っていう、用語、
この授業では使うんですけども、もしかしたら、皆さんは、今まで、ちょっと一品しましたね。別の授業では別の用語を使っていたかもしれないですね。例えば、この頂点のことを接点と呼んだり、濃度と呼んだり、辺のことをなんか枝と呼んだりすることがあったかもしれませんけども、まあ、皆さんはそれでも構いません。ただ、この授業では先ほど言った頂点と辺っていう、用語を私は使ってきますので、その点はご了承ください。はい。で、今ですね、この、一つのグラフに対するいろいろな図式って呼んでいます。先ほどその、見せたのは、あるグラフを一つの方法で描いたんですけども、ちょっとここでは別のグラフを持ってきています。で、これ別のグラフで、頂点が6個あって、辺が9個かな ?3、4、5、6、7、8、9個ですね。ありますね。9個あるようなグラフを考えてるんですけども、これをその異なった3つの方法で描いたものになっています。でですね、グラフを考えるときは、まずグラフっていうのは、この頂点集合と辺集合の対で定義されるものですので、どのようにこう描かれたとしても、それは同じグラフをただ図示しているものなわけです。で、我々がこのグラフのことを考えるときには、この描かれ方っていうのは、まあ、どうでもよいってことを頭の中に置いといてください。だから、どのように描かれていたとしても、これは、だから違うグラフのように見た目は見えるんだけども、それは、まあ、実は同じグラフを表しているということはあり得るわけです。で、もう一度言うと、このグラフっていうのは、そもそもこの集合を使って定義されているものだということを、まず、忘れないでいるというのが重要です。だから、絵を見て、この絵がグラフなんだっていうふうに思うんじゃなくって、それを生み出した元の中、集合があって、それがグラフなんだというふうに思ってください。はい。ですかね。で、このグラフのことを今から考えていこうと。いうふうにするわけです。はい。でですね、何を考えるかっていうと、この独立集合っていうものです。独立集合。今、向こうグラフ、G イコール VE っていうものがあったとしたときに、その G の独立集合とは次に定義するようなもので、次で定義されるようなものです。それ何かっていうと、まずこれは頂点部分集合です。今、これ I と書いてますけども、これはその V の部分集合ですと言ってますね。で、次の行に書かれている、条件を満たすものです。何かというと、この I の要素であるような異なる2頂点 UV を見たときに、この UV という2つの要素からなる集合が E という辺集合の要素ではない。つまり、この UV という集合はこのグラフの辺ではないということです。で、今この下の例を見てみましょう。これはあるグラフを書いているつもりなんですけども、この今黄色で塗られているこの3つの頂点を I としましょうと。だからちょっと番号をつけましょう。1、2、3、4、5、6、7ってこういうふうにしたときに、例えばこの i という集合を1、4、6としましょうと。で、そうすると、これは、このグラフ g の独立集合であるというふうに言えるわけです。なんでかっていうと、ここに書いてある条件を満たすからですね。であるまでここかな。である。で、なんでかっていうと、異なる2頂点。1と4とかですね。を持ってきても、それは辺になってない。異なる2頂点1と6を持ってきても辺になってないですね。異なる2頂点4と6持ってきても辺になってない。だからどの2頂点持ってきても、異なる2頂点持ってきても辺になっていないので、これ独立集合ですというふうに言えるということになります。いいですかね。で、これをですね、今から考えていきます。何かというと、このなんかグラフがあったらその中に今度独立集合っていくつあるんでしょうかということを考えていきたいということになります。で、ちょっとこれ書いてみました。これ私の計算が正しければ、これでいいはずなんですけども、先ほどのグラフですね。に対して、独立集合を全部数えると、これ22個あるはずです。22個ある。で、先ほどの1、4、6っていうのはどこなのかな?ちょっと待ってくださいね。これかな?これかな?これ、先ほど前のページにあった独立集合です。で、これもたくさんあると。で、今、先ほどのページにあったものは、これ、要素数3、頂点数3の独立集合なんですけども、他にも独立集合あって、例えばこれですね、これ1、6っていう独立集合。これ頂点数2、要素数2の独立集合になってるんです。だけども、これも先ほどの、条件満たしているということになります。一番左上にあるもの、これはですね、これ要素数0の独立集合です。これ空集合なんですけど、これ空集合も先ほどの、条件満たしてますので、空集合も独立集合です。で、それ注意してください。いいですかね。って感じで、まあ、全部書くと22個あるという感じになります。で、そうだと思ってですね、このグラフがあったらそこに独立集合いくつあるんだろうってことを数えたいっていう、そういうことを考えていきます。やりたいことはそれです。目標です。与えられた向こうグラフにおける独立集合の総数ですね。総数を計算したい。
で、計算することを、まあ、その、まあ、アルゴリズムとかは考えるとかですね、そういうことをしたいわけです。で、なんでしたいんでしょうということになりますね。ちょっと、それちょっと、一つの、動機、モチベーションをお伝えします。で、これはですね、一つの動機はですね、この統計力学にあります。だから物理学ですね。物理学におけるいろんな問題はですね、この数え上げとか、組み合わせ論の、なんて言えばいいんだろうな。フレーバーをすごく強く持っているものになってまして、まあ、そのようなものの一つが、この独立集合、グラフにおける独立集合になります。でですね、特にこのハードコア公式体模型っていうのがあります。で、それはまさにですね、このグラフにおける独立集合を考えるっていう、そういう話なんですけども、何かっていうと、まあ、例えばですね、固体じゃなくても気体でも、まあ、どんな層の、分子、でもいいんですけども、まずその考えてるですね、K システムを無効グラフとしてモデル化します。例えばですね、こんな感じです。なんか、これを空間があって、まあ、それがなんか、まあ、例えばその格子で仕切られてると。格子に切られてるとしましょうと。で、なんか一つ一つの粒子は、なんか、この格子の一つの場所をなんか占めてると。で、こういう形で、その二つの粒子がですね、同じ場所を占められないと。そんな形で、この空間が、モデル化されているというふうに思いましょう。で、これはモデルです。実際そうなっているかどうか、こういうことは別にして、そういうふうに今、そのモデル化します。数理モデル化します。で、これをですね、グラフで表したのが、まあ、右側って感じです。その各、この格子のこの、まあ、セルといったり、この、場所ですね。場所が、グラフの頂点に対応していると。で、このなんか分子がある場所が今なんか黄色で塗られている。こういう形になっています。ですかね。うん。で、この例では、この、黄色で塗られている頂点の集合、これ今独立集合になっています。で、これはですね、どういう気持ちかっていうと、この元々のですね、K において、この場、あの頂点に対応する場所にある気体の分子はですね、この、なんていうの、箱。の大きさよりもちょっと大きい。ちょっと大きいと思ってください。ちょっと大きい。ちょっと大きいんで、その、隣り合ったですね、二つの、この箱に、の両方にですね、この気体の分子が収まることができないと。何かというと、その二つはですね、もしその二つが隣り合っている箱に入っているとすると、その二つの分子がですね、重なり合ってしまうから、で、そういうこと許されないというふうにするわけです。これが許されない。ってことで、だから隣り合っている二つの箱には、分子がないってことになるので、それはグラフの言葉で言うと何かっていうと、隣り合う二つの頂点に、の両方が選ばれていることがないということになるわけです。で、これはとりもなおさず、先ほどの独立集合であるということを、この黄色く選ばれている、塗られている頂点の集合が、もちろんですね、この黄色く塗られた頂点の集合が独立集合であるということを表しているわけです。ですね。でですね、じゃあ、だから、まあ、独立集合っていうのが、こういうその、その分子のあり方を表しているということが分かるんです。わかります。わかりました。じゃあ、そこでなんでそういう、独立集合の数を計算したいのかというとですね、その、取り得る状態の総数っていうのを、この統計力学ではですね、すごく気にします。だから統計力学で、その、なんか確率とか考えるわけですね。で、そうすると、その確率ということを考えようとすると、すべての取り得る状態の数分の何とかいうのは、そういうなんか確率を考えたいことになるわけです。で、まあ、そういうの、その取り得る状態の総数っていうのはですね、なんか分配関数とかっていうものに、まあ、関係していてですね、こういうのは皆さんもし、統計力学とかですね、熱力学とかってちゃんと勉強していると、まあ、初めの方で出てくるような概念ではあるんですけども、で、そういうものに関係していることになります。で、そういうものがわかると、こういう、その、分子がですね、こう集まっている系の、数理モデルにおいていろんなことがですね、この分配関数っていう量から分かったりするってことになります。で、まあ、それを使ってシミュレーションをしたり、それを使って理論的な解析をするということを行ったりするわけです。ということで、独立集合の総数を知りたいっていう、まあ、気持ちになるわけです。で、特にですね、こういうその格子状に切られた空間における、その独立集合の総数っていうのが分かると嬉しいっていうことになります。でですね、今この図では、こうなんか二次元のですね、こういう形になっていて、本当はなんか二次元、こうなんか無限とは言わないまでも、こうたくさんその二つの方向に広がってるんですけども、そんなになんか広がってるものを初めから考えようとすると難しいので、まず初めには一次元の場合を、まず初めに一次元の場合を考えたいと思います。で、それがですね、この、三つと呼ばれる向こうグラフです。これ、その先ほどの格子のイメージというところが一次元的に、こう、
伸びてるんですけども、まあ、その横に伸びてるのが、まあ、5つ頂点があれば、それなんか P5 と呼びましょうと。3つ頂点があれば P3 と呼びましょうと。だから N 個頂点が並んでれば PN と呼ぶということにします。1個しかない場合、これを考えますと。これ P1 としましょう。で、考えたいのが、このグラフ PN における独立集合の総数はいくつでしょうってことをまず考えます。それやっていきましょうと。で、そうすると、まあ、ここにはですね、P1 から P5 までこれ書いてあるんですけども、まあ、一般にはこの N っていうのは、まあ、もっと大きな整数かもしれないわけですね。で、それなんか一般的にどのようにこの独立集合の総数わかるのかってことを考えたいということになります。で、まあ小さい場合はですね、まあ手で計算できます。例えば、これ P1 の場合には、先ほど言った通りその空集合も独立集合なので、要素数0の独立集合っていうのは1つあって、要素数1っていう独立集合、これもあります。だから、N が1の時には2つ、ここですね。独立集合があるというのがわかります。ちょっともう少し大きな例としてね、ここですね。N が4の場合、これ N4 の場合ですね。これでもっとたくさんあって、1、2、3、4、5、6、7、8個あるということですね。N4 の時には8個あるという形になるわけです。で、こんな感じでこれ数えられると。で、まあ、これは、まあ、頑張れば、この8個あるとかっていうのは、皆さんも、手やってみれば、わかると思います。で、まあ、この N が5の場合までちょっと頑張ってやってみたんですけども、まあ、ちょっとこれよりも大きいところですね。やっていくとこれ大変ですなっていう気がするわけですね。N が大きいところですね。で、これでまず、この表でですね、ちゃんと、見てもらいたいところは、まあ、N が決まれば、その独立集合の総数決まるわけですね。うん。で、そうすると、このなんか右に並んでるのは、N が決まれば、なんか値が決まるような、これ数列になってるわけです。これ数列ですね。数列、どんどん続いて、これ数列ですね。だからこれを、この一般項を、だから AN と書くことにしましょう。だから今これ A1 が2、A2 が3とか、こんな感じになってるわけです。A5 が13とかね、こんな感じ。で、知りたいのはこの数列の一般項 A ってことになるわけです。で、これを知りたいって、こういうことをですね、今から考えてみるわけですね。うん。で、まあ、あれだとこれ計算したいということになるわけです。じゃあ、どう考えていったらいいでしょうかというのが次の話になります。で、ですね。今、じゃあ、ちょっとこの P5、この要素、頂点が5つある場合です。ちょっとこれを例にして、今、これ先ほど数が13だったんだけども、これをですね、頑張ってこう全部書くんじゃなくて、別の方法でこれ数えるってことをしてみましょう。で、やるのは、前回やった通りの、に似てるんですけども、これ倍分けをします。で、何かっていうと、今、この P5 っていうグラフがあるんですけども、で、その中で、その独立集合の数っていうのを全部数えたいというふうに思っています。だからその独立集合が、いくつかあるんですけども、その独立集合としてですね、あり得るパターンをですね、2つの場合に分けます。で、何かっていうと、今この P5 っていうグラフはですね、P5 っていうグラフは頂点が5つあるんですけども、そのうちのこの一番左の頂点に注目します。で、一番左の頂点に注目して、この一番左側の頂点を要素として含むような独立集合と、要素として、ごめんなさい、今言ったのは B の方でした。だからこの A と B の順番に A の方、要素として含まないものを数えるっていうのと、要素として含むものを数えるっていうふうに、これ倍分けします。で、この A の方の条件を満たすような独立集合と、B の方の独立集合の条件を満たす独立集合を足し合わせれば、この P5 というグラフの独立集合の総数が分かるんじゃないですかってことを考えると。で、実際そうなので、それをやってみるということにします。で、この場合は、まあ、これですね。この上の方が、その左端の頂点を含まないような独立集合。で、下の方が左側の頂点を要素として含むような独立集合に、というふうに形でこう分けるわけです。うん。で、じゃあ、この上の方のですね、左側の頂点を要素として含まないような、独立集合っていうのは何個あるんでしょうってことを数えたいんですけども、それはですね、実は何かっていうと、これ左端これ含まないっていうふうに言ってるんだから、この左端の頂点これ無視しましょうと。無視しましょう。これ使わないんだから。で、そうするとこれ残ってるのは何かっていうと、これは先ほどの言葉で言うと、これ P4 っていう、頂点数4の、道、グラフなわけです。一次元的に並んでるグラフなわけです。だから P4 っていうグラフの独立集合を見つければ、それに、まあ、見つければ、それは、この P5 において、左端の頂点を使わない独立集合の総数に一致するってことがわかるわけです。いいですか？で、それが次のページに書いてあります。ですね。これですね。だから今、ここに書いてあるのは、ここと同じです。で、これは、
左端の頂点を除去してできる P4 の独立集合になっているので、それで数えればよろしいということになるということですね。じゃあ一方ですね、この B の左端の頂点、こっちこれ使うような、独立集合はこれどういうふうになってるかっていうと、この左端の頂点を使うっていうふうに決めてしまったら、その隣のこの左から2つ目の頂点は、もうこの独立集合に含めることはできません。なんでかというと、独立集合の頂点は隣り合っていてはいけないから、隣接していてはいけないからです。だから、ここの、頂点もこれ使えないってことになります。で、そうすると、右に残っている部分、これ何かっていうと、これはですね、P3 なわけですね。3つの頂点からなるこの道が残ってるわけです。で、三つの頂点からなる道において、まず独立集合を全部見つけましょうと。見つけます。で、それに左端の頂点を付け加えると、この B のところで言っている左端の頂点を要素として含むような、この P5 の独立集合が全て得られるって形になってるわけです。いいですか？だから、この左端の頂点を要素として含むものは何なのかっていうと、これは、今、これですね。左側の二つの頂点を除去してできる P3 の独立集合これですね。に、左端の頂点を付け加えたものとしてできるということになるわけです。だから数としては、この P5 の独立集合の数っていうのは P4 の独立集合の数に P3 の独立集合の数を足したものに等しいということがわかります。これですね。いいですか？いいですか？という形で、ちょっと先ほどの表に戻ってみるんですけど、これですね。実際、この、N が5の時の、この、独立集合の総数っていうのは、P4 の独立集合の総数と P3 の独立集合の総数、これ8たす5になっている。13になっているということがわかるわけです。まあ、実は、この P4 の独立集合の総数っていうのも、その前の2つです。5と3の和になっている。8です。で、実はこの P3 の独立集合の総数も、その前の2つ、3と2の和になっていると。形になっているわけです。だからこれはその、今のですね、考え方は、N が何であっても成り立つわけです。いいですか？これですね。これですね。これですね。で、それちょっと今前の次のページにありまして、こんな感じですね。PN っていうこの一般的に N っていうのを考えると、同じように、左端の頂点を含まないような独立集合は、それを取り除いた PN-1 の独立集合、考えれば、そこから得られて、左端の頂点を使うような、独立集合を考えるときには、二つですね、左から二つの頂点を取り除いた残りの部分ですね、N-2 個の頂点を持つ道の独立集合から得られると、そのずつ得られるということになるので、PN の独立集合の総数は PN-1 の独立集合の総数プラス PN-2 の独立集合の総数になるということになるわけです。いいですか？ただし、この N に対して N-1 の独立集合の総数と N-2 の独立集合の総数っていうのが定義されている必要がありますので、N は3以上じゃなくちゃ なりません。ですかね。だから N が3以上のとき、この式が成り立つということになります。よろしいですか？だから先ほどの、記号で言うと、これ AN イコール AN-1 プラス AN-2 とか、こういう形で書けるわけです。ただし N は3以上ですね。いいですかね。だから、つまりこれはですね、全化式が得られてるわけです。いいですかね。で、これ N が3以上の時はこれなんだけども、N が1の場合と2の場合はすでに先ほど表で計算してますから、それをまとめると、次のページのようになります。こんな感じですね。AN っていうのを、このグラフ PN における独立集合の総数とすると、N が3以上の時には、AN は AN-1 プラス AN-2 になるんだけども、それ以外の時ですね。N が1の時と2の時っていうのは、それぞれ2、3になるっていうのは先ほど見た通りということになるわけです。で、こうすると、まあ、こういう全化式が作れましたから、まあ、これをですね、解くの次回の話になります。よろしいですか？で、まあ、解ければ計算もできるということです。いいでしょうかね。はい。で、今これはですね、その一次元的な場合で、まあ、これはその統計力学の状況で言うと、まあ、かなり簡単な場合なわけです。で、もう少し難しいことをちょっとやりましょうと。で、それは何かっていうと、まあ、一次元の次は二次元なんですけども、突然二次元に行くと、すごく難しいので、二次元だけども、まだ一次元に近い場合。つまりですね、だから、一方向には、
まあ、無限にというか、たくさん伸びるんだけども、縦には2段しかないですよって、そういう場合を考えましょうと。で、そういうグラフを、この横に伸びているこの頂点の数、この段の数、段っていう列の数を n と書くことによって、この gn と、表記しましょうというふうにします。まあ、こういうグラフを gn と特に、一般的に呼ぶわけではないんですけども、まあ、この授業では今日はこれ gn ということにします。で、この gn の独立集合の総数を同じように計算しましょうということをやってみます。で、これはですね、ちょっと難しいと。だけども考え方は先ほどと同じです。何かというと、このグラフの、独立集合を考えるんだけども、2つの場合2倍ありします。ってことをやります。で、いきなり一般に GN でやっていきます。GN ですね。で、どこか1箇所に注目する必要あるんですけども、先ほどのその道の場合は左端っていういい場所があったんですけども、まあ、この場合もなんか端の方を考えることにして、その端としてこの左上の端をエラッとにします。で、この左上を使わない、使う。形で場合分けすると。だから、この左上の頂点を使うような、ごめんなさい、使わないような独立集合の総数と、使うような独立集合の総数を分けて数えましょうということをするわけです。で、先ほどと同じ考え方をすると、この使わない方においては何かっていうと、この左上の頂点が使わないっていうふうに決めるわけです。で、そうすると、使わないような独立集合っていうのは、この残った部分のグラフの残った部分の独立集合になるわけです。で、それを持ってくれば、この左上を使わない独立集合が得られるということになります。これ次のページあるかな？になります。こんな感じですね。こういうグラフですね。で、一方で、この左上の頂点使うとなったらどうなるかっていうと、それに隣接している2つの頂点は、今考えている、その左上端の頂点を使うと決めてしまった独立集合においては使えません。この右隣と下隣の頂点は。で、そうすると、この残ってるこの部分ですね。今書くと部分。この部分の独立集合を持ってきて、それに今、この左上の端、付け、必ず使いますよっていうふうに言ったものを付け加えると、この左上端の頂点を使う独立集合は必ず得られるということになります。いいですか？ということで考えなくちゃいけないのは、左上端の要素を含まない場合は、この右に書いたような、この今丸で囲んだようなグラフの独立集合の総数を知りたい。左上の端の頂点を使うと思った場合は、この右下のようなグラフの独立集合の総数が分かればよろしいということになります。で、ここで問題になることが一つあります。何かというと、先ほどのですね、道の場合には、このようにして小さくなったグラフも道だったんですよ。だから、その道に対する独立集合の総数に関する全化式ができたんです。しかしですね、今この場合は、この GN っていう、このなんか2段になっているグラフから始めてるんですけども、そこから作られた、この右の方に書いてあるグラフっていうのは、その2段にきちっと揃っているグラフではないんですね。この左上はこれ欠けてる。どちらも。というところが問題です。だから、先ほどのような考え方はそのままうまく使えません。これ、次のページあるかな。ですね。小さくなったグラフ。こちらが先ほどのその GN とか GK の形をしてないわけです。で、困っちゃうんですね。で、困っちゃうんだけども、解決方法があって何かっていうと、この小さくした方、どちらも、先ほどのような言い方で言うと、この、GK って形をしたものの、左上の頂点だけがなくなったものっていう共通の形をしてるわけです。いいですか？ということなので、そのような形をしたグラフの独立集合の総数が分かれば、それを使って、この上と下のグラフの、独立集合の総数をかけるわけなので、それを使えば、この GN の、独立集合の総数が分かるということになります。なので、このようなグラフに名前を付けて、その独立集合の数を数えるってことを同時にやります。で、それを次のページで書きます。こんな感じですね。だから今、ここに書いてあるのは、これ HN っていうグラフと名前を付けるんですけども、先ほどのこれ GN に対して、左上の頂点が一つだけ欠けてるようなグラフ。これを HN と書きます。ですね。だからちょっと HN なんだかっていうと、これ何かっていうと GN の左上端の空にしようかな。GN。ちょっと待ってね。ちょっと。場所が、選びたい。ああ、うまく選べないです。これだけ選びたいんです。これだけ選べないですね。じゃあ GN から、左上端の頂点を、
鳥、除去した、除去してできるグラフ。だと思ってください。ですかね。だから、H はこれになります。ですかね。で、そうすると、ちょっと前のページに戻りますね。これ、こういうふうに HN を定義すると、ですね。GN の独立集合の総数は、HN の独立集合の総数と、HN-1 の独立集合の総数の和、足し算になるということになります。いいですか？この横の幅は同じですからね。ですかね。だから、これですね。GN の独立集合の総数は、HN の独立集合の総数と、HN-1 の独立集合の総数になると。まあ、で、まあ、HN-1 は定義される必要があるので、N は2以上でないといけないということになります。いいでしょうか。ってことで、この HM の独立集合の総数が分かれば、GM の独立集合の総数が分かるということになるので、これを考えましょうと。HM の独立集合の総数、これを考えましょうと。で、じゃあ、そうしたら何かっていうと、同じことを考えましょうと。HN っていうグラフがあるんですけども、その、今、左端の頂点があるので、その HL の独立集合の中で、この左端の頂点を使わないものと使うものに分けて、場合分けして数えましょうと。で、それを足しましょうということを考えます。で、そうすると、使わないものですね。この左端の頂点を使わないんだったら、先ほどと同じように、これ取り除くと。で、取り除くと、こういうグラフが得られます。ですね。もともと、考えたら HN だったので、これ幅というか、この列の数はこれ N だったわけですけども、取り除いた後は、これ N-1 個こう列があるようなグラフが得られるわけです。で、これは2段両方ともこれちゃんと揃っているので、ここで現れるグラフは GN-1 です。ですかね。じゃ一方で、こっちですね。この左足の頂点使うような独立集合を考える場合には、それに隣接する頂点はそのような独立集合では使えません。ので、残っているところですね。残っているところの、独立集合を考えて、その独立集合にこの左端の頂点を加えてあげれば、この B の場合のような独立集合が作れるということになります。で、その今の残った部分ですね。ここの部分、これ書いたのが、この右下です。これです。で、これ何かというと、実はこれ HN-1 と同じですね。HN-1 っていうのは、この GN-1 の、左上端の頂点を取り除いたグラフだっていうふうに言ったんだけども、実は、左の上を取り除いても、右の下、すみません、左の上を取り除いても、左の下を取り除いても、できるグラフ同じなので、これ HN-1 になります。ですかね。ということで、何が分かったかっていうと、これによって、HL の独立集合の総数は、この2つのグラフの独立集合の総数の和であると。だから GN-1 の独立集合の総数プラス HN-1 の独立集合の総数です。いいですかね。って形で、分かったと。で、ここで注意しなくちゃいけないのは、この HN の独立集合を数えようと思ったら、GN が、ま、GK って形のものがまた出てくるとなるわけです。で、だから、GN の独立集合を数えようと思ったら、HN っていうのが必要になってきて、HN の独立集合を数えようと思ったら、GN っていうものが必要になってきて、この中のなんか互い違いのような関係になってるんですね。だけども、この数字がですね、必ず、こっちの小さくなってるので、これでですね、うまく計算ができるってことが実はわかります。ってことで、まあ、よろしいってことになると。で、じゃあ、まとめたものを書きますね、次。こんな感じになると。あ、これは今、口で言ったことを、スライドにも書いてあったんですけども、またこの、GN-1 とか HN-1 は定義される必要があるので、N は2以上にある必要があります。で、まとめるとこうなると。今ですね、この GN の独立集合の総数を BN、HN の独立集合の総数を CN と書くことにしましょうと。で、そうすると先ほど言ったのは何かっていうと、BN っていうこの GN の独立集合の総数は、HN の独立集合の総数足す、HN-1 の独立集合の総数に N が2以上の時はなっていると。で、N が1の時は、まあ別に計算しておく必要がありますけども、これ3です。で、CL の方は、今言った通り、GN-1 の独立集合の総数と、HN-1 の独立集合の総数を足したものになると。ですね。N が2以上の時。という形で、
まあ、これがで、あ、この前科式が得られたってことになります。ちょっとですね、この上の方は、BN の独立集合が、あ、じゃあ、BN が CN プラス CN マイナス1になってて、この左辺の N が右辺において、もう N としてそのまま出てきているので、本来ですね、前科式っていうものは、その N っていうことか、数字がどんどん小さくなっているものが、この右辺にあってほしいんですが、そういう風になってないことがちょっとこう注意で、だからもしかしたらこれうまく解けないかもしれませんけども、実は解けるって形になってます。で、それは次回やっていきます。はい。ここまでいいですか？はい。で、今日重要なのはこういうその前科式が作れるってことようになることです。ですかね。よろしくお願いします。はい。で、これで、この独立集合の数え上げ、で、組み合わせ構造の数え上げの話は、一旦おしまいということになります。はい。ではですね、後半というか次はですね、このアルゴリズム計算量の話をしていきます。で、まずですね、まあ、単純な再帰アルゴリズムの計算量の選定をしましょう。で、特に、で、例えば、まあ、こういう、アルゴリズムというか考えます。ちょっとですね、いわゆる、Ruby 風に書いてる。Ruby 風って、これはほぼ Ruby なんだと思います。ほぼ Ruby って変なんですけども、Ruby として、のプログラムとして、ここに書いてあるものを打ち込めば、ちゃんと、動くと思います。と思いますか、ね、動きます。動きます。で、これどういうのかっていうと、これは、再帰プログラム、アルゴリズムで、このファンクションっていう、関数かな。関数、ちょっと、Ruby で関数というんだとか、メソッドというんだとか、ちょっと忘れてしまったんですけども、まあ、関数とします。で、N というものを、まあ、これは、正の整数だと思ってください。これを引数にとります。で、何するかっていうと、まず、2行目で、プリント A っていうのが、A っていう文字を一つ、画面に出力します。で、N が2よりも大きかったら、このファンクション N-1 を実行して、その後にファンクション A-2 を実行するってことを行います。で、おしまいと。ただ、これその4行目と5行目の再帰呼び出しをしているということになります。で、何を気にするかっていうと、この N っていう、なんか正の整数、0以上の整数を入れたときに、入力、引数と、して実行したときに、この A というのは画面に何個出力されるでしょうってことを考えたい。で、これは、ちょっとなんだろう、いわゆるなんか計算量っていう言葉は私あんまりその信用してないので、計算量って言葉を使いたくないからこういう形にするんですけども、これはこの関数の呼び出し回数を表しているということになります。関数1回呼び出すと、ここで2行目が、実行されて、A が1個出力されるということになるわけですね。で、この再帰呼び出しの中でも、まあ、この A っていう文字が出力されるんだけども、まあ、全体で何個出力されますかと。で、まあ、実際これはこのプログラムを動かしてもらえば、まあ、わかるわけですけども、まあ、実際動かすとこんな感じになります。まあ、これ実際やったわけですね。N を例えば1とすると、A、出力された A の数1とかですね。N が30だと出力された A の数っていうのは、読みませんけども読んでみると、ちょっとコンマつけるところですね。1664,079。この形でこう、ちゃんとこれは、プログラム動かせば数えられます。で、別にこれ私はこの、出てきたですね、文字を頑張ってこれ数えて、166万とかって言ってるわけじゃなくて、もちろんその数数えるのもプログラムにやってもらってるんですけども、まあこれ原理的には皆さん、まあこの166万個ちゃんと数えられるということになるわけです。で、問題は、これもまたこれ数列なわけです。N を与えると、なんか値が決まるって、これ数列なわけです。これ数列なわけです。ですかね。で、この数列一般項というか、これ何でしょうか。これどういう振る舞いをする数列なんでしょう。どのような増加傾向を持っている数列なのかを知りたい。こういうこと、いうことなわけですね。だから、初めに言った通り、アルゴリズムの計算量解析っていうのは数え上げなわけです。これだから関数の呼び出し回数っていうものを数えてるわけですね。で、それはこういうその数列の一般項を、について知りたいっていうことと同じなわけですね。で、それやっていくということになるわけです。じゃあ実際に、じゃあそれをですね、今、この N に対して、この数のことを FN と、A の数ですね、A の数のことを、N に対して A の数のことを FN というふうに言うことにしましょうと。さあ、それで、これですね。FN、このファンクション N を実行したときに出力される A の数、いくつでしょうということを言います。で、これはですね、まず一回、これ実行したら必ず2行目で、A が1個は出力されます。で、その後ですね、この4行目と5行目で再帰呼び出しがあって、この中でも、
出力されると。で、最近呼び出しがあるのは、N が2よりも大きいときだけです。で、その時には、だからここで1個ですね。ここで1個出力されるんだけども、最近呼び出しでは何個ずつ出力されるのかっていうと、これ再帰的に呼び出されるので、このファンクション FN1 の中では FN-1 個ですね。で、ファンクション N-2 の中では FN-2 個出力されるということなんです。で、これ足した分だけが、このファンクション N の中で出力されると。ということになるわけです。ということで、これで全化式が立てられます。何かというと、N が3以上、つまり N が2よりも大きいときには、今言った通り1回まずあって、その後再帰呼び出しで Fn-1 プラス Fn-2 が出てくるということになります。で、一方で、N が2以下の場合には、初めの2行目しか実行されませんから、1で終わるということになります。ですね。だから、これ解けば、先ほどの、その A の出力される A の個数、つまり、このアルゴリズム A の、その意味での計算量、その関数呼び出しの回数という意味での計算量が分かるということになるわけです。で、これ解くっていうのは、次回、解かないんですけども、これについて考えるっていうのが次回行うことになります。よろしいですか？よろしいですか？ということになりますですね。だからこういうふうにですね、最近アルゴリズムがあったら、こういうような形で、その呼び出し回数ですね。呼び出し回数に関する、関数、呼び出し回数、最近呼び出しの回数に関する、評価、解析ができるということになります。で、これは割と単純な再帰アルゴリズムなんですけども、もう少しちょっと複雑な再帰アルゴリズムっていうものを考えてみましょうと。で、その例として、次にやるのは、このユークリッドのアルゴリズムという、もしかしたら皆さんご存知かもしれないアルゴリズムの話をします。で、これはですね、整数の、正の、正の整数の最大公約数を計算するためのアルゴリズムです。で、そういうことなので、まず、最大公約数って何だったか、ちょっと復習をしようということです。考える問題はこの問題ですと。自然数 AB。ただし、A は B 以上で、B は0以上とします。ちょっとこれ自然数と言ってるけども、今日の自然数は0を許すことにします。はい。で、出力は A と B の最大公約数です。で、最大公約数何なのかってことをちょっと定義するんですけども、ご存知かもしれませんが、定義すると。で、まず、約数といったら何なのかと。自然数 A の約数と、0以上ですね。自然数 A の約数とは、次を満たす自然数 D のことです。で、何かっていうと、ある自然数 A プライムが存在して、A イコール A プライム D と書けるようなもの。この A プライム D、これ積です。ですね。A プライムと D をかけたものですね。で、そういうものを、そういうような D のことを A の約数と言います。ですね。で、最大公約数ですね。自然数 A、B の最大公約数といったら次を満たすような自然数 D スターのことを言います。で、何かっていうと、まず D スターは A の約数でもあり、B の約数でもある。そういうものを A と B の公約数って言ったりするんですけども、だから A と B の共通の約数である。ってものを D スターとします。まず、それを満たしている必要があります。この D スターは。で、もう一個満たしていなくちゃいけない条件があって、A、B の任意の公約数 D。だから D スターと同じでもいいし、違うものでもいいんですけども、任意の公約数 D を持ってきたら、D は D スターの約数でなくちゃいけないというものです。はい。で、ちょっと例見ますね。例えばこれ12と18の最大公約数は6です。で、なんでかっていうと、じゃあ12の約数っていうのをまず全部書いてみましょうと。で、ここ今間違える気がして、ならないんだけども、12の約数全部書くと、1、2、3、4、6、12だと思います。間違ってないかな。怖いですね。いいですかね。これを満たす。ある自然数 A プライムが存在して、A イコール A プライム D となるような D です。例えば、12イコール2かける6なので、6は12の約数であると。こういうことですね。ですかね。だからこの場合、だから A プライムとして2が選ばれていると。D が6になっている。こういう感じですね。一方、だからこれはその6かける2とかかけるので、2も、約数であるということになります。よろしいですかね。しますね。で、これは、だから今12の約数なんですけども、じゃあ18の約数は何でしょうと。こういうのね、本当に間違えそうなんですけども、多分間違えるんでね、間違っていたら教えてください。1、2、サブ6、18、4、4はないな。本当かな。2、9、18かな。合ってるかな。不安なんですけど、多分合ってます。
肉18が合ってますよね。これでいいと思います。で、それで、まず、何でしたっけ？で、この12と18の最大公約数を教えたいんですけど、まずそれは、その2つの共通の約数じゃなくて、じゃないといけないって言ってるんで、共通のものっていうのは、1か、2か、3か、6ですね。うん、6ですね。で、まあ、気分としては、この中で一番大きいものです。気分、だからそれは6です。6です。で、実際に、この2番目の条件を満たせるかっていうと、じゃあ、6、今これ、D スターを6としますね。で、その時に、D が今、1、2、3、6のどれであっても、D は D スターの約数である。なんでかっていうと、6の約数全部書くと、6の約数は、1、2、3、6だからです。ですね。なんとかなりましたね。という形で、今、だから12のと18の最大公約数が6であるということが分かって、ということになります。で、同じようにやるとですね、15と1の最大公約数、これ15。これは変ですね。これ間違ってますね。これは間違ってますね。これは間違ってます。すいません。これは間違って、これ1です。すいません。これだからこういうふうに、簡単に間違えると。これ1ですね。これ1ですね。はい。すいません。なぜか間違ってしまった。なぜか間違ってしまった。1の約数は1しかないんですね。この定義において。この定義において、1の約数1しかないんで、最大公約数があるとすれば、どんなに頑張っても1以外には何もありません。で、1が最大公約数です。すいません。はい。で、この下、ちょっと、これが欲しいのがあって、4と0の最大公約数なんですよ。で、ちょっとこれは、もしかして皆さん馴染みがないかもしれないんで、ちゃんとやってみると。よいしょ。で、先ほどと同じようにちょっと計算してみるんですけども、4の約数を全部書くと、これは先ほどと同じようなところ、1、2、4なんですね。で、問題はこれ0の約数なんですね。で、この定義に従ってやっていきます。いいですか？だから、ある自然数 A' が存在して、A イコール A'D となるには D は、どれも、この A の約数です。だから、で、今 A が0の場合を考えるわけです。だから考える式っていうのは、0イコール A'D って、こういう式なわけです。で、これを満たすような D、ある自然数 A' が存在して、これを満たすような D ってのは何ですかっていうふうに言われると、これは、A'として0を選べば、で、今これ0も自然数としてるので、選べば D っていうのがどんな整数であってもこの式満たすわけです。いいですか？ってことは何かっていうと、この定義において0の約数っていうのは任意の、0も含む任意の自然数です。だから0、1、2、3、4、5、点々点、これ全部です。全部です。まあ、ゼロの約数です。ということは、何なのかっていうと、最大公約数は何なのかと。4と0の最大公約数は何なのかと考えるわけです。で、まず、最大公約数の候補は、この、4と0の公約数じゃなくちゃいけませんから、で、公約数はどこにあるかっていうと、1か、2か、4なわけです。いいですか？ 1 か2か4なわけです。で、今実際、この最大公約数は4になるんですけども、で、なんでかっていうと、D を、その、どの公約数でも1、2、4のどれとしても、D は D スターの約数である。という条件を満たしてますね。なんでかっていうと、D スターを4にしてますから、D スターの約数っていうのは4の約数のことです。で、4の約数1、2、4なんだけども、だから D に書いてある1、2、4は、どれも4の約数であるっていう条件を満たしているわけです。だから4が最大公約数です。まあ、だからっていうか、いいですかね。で、実は、この定義だけからは、その A と B っていう2つの自然数があったときに、その最大公約数がちょうど1つに決まるってことは、自明ではないです。
なんかそれは証明しなくてはならないことです。だけども、それはちょっとこの授業の主眼ではないので、この授業というか、この今日の主眼ではないので、それは証明しません。だけども、事実として、皆さんは、この最大公約数が必ず存在して、それが一つに決まるということが証明できます。ので、ちょっと、余力がある人は考えてみてください。だからね、初めのガイダンスの授業の時に、私の言うことを鵜呑みにしないようにっていうふうに言ってますので、ぜひそれが正しいんだということを皆さん自身に確認していただきたいんですが、それは、ここでは、知られている事実として使っていくということになります。はい。で、もう一つ、最後、これ0と0の最大、だから、まず言っとかなくて何かっていうと、4と0の最大公約数、これ4なんですけども、一般にですね、一般に、ちょっとこれ消したい。一般に、ここかな。一般に、0よりも大きい自然数と0の最大公約数。は今の考えを行うと、これ N になることがわかります。わかります。で、ちょっとややこしいのは、この N が0の場合、だから0と0の最大公約数、これがややこしいです。で、これもちょっとこれ定義に従ってやっていくんですけども、先ほどと同じように0の約数をまず全部書いてみると、これは、任意の自然数でした。だから0、1、2、3、4、点点点点というのが0の約数でした。で、そうすると、じゃあ0と0の最大公約数はって言ってるときには、まずその最大公約数っていうのは、その0と0の共通の約数じゃないといけないので、それは候補としては、このどの、自然数も公約数があって、どれも、候補になっているということになるわけです。で、その中で、この2番目の条件を満たすものは何でしょうということになるわけです。ややこしいですね。で、それはですね、実はですね、この場合は D スターとして0を取ることになります。で、そうすると、これがですね、ここに書いてある、条件を満たすことになります。なぜかっていうと、先ほどと同じように考えて、D を、この0と0の、公約数全部持ってくることにしましょう。だから D として、0、1、2、3、4って、この任意の自然数のどれを持ってきても、D は D スターの約数です。ですか。D スター今0です。ですかね。で、どんな自然数も0の約数だから、ここに書かれていることは正しいんです。いいですか。ということなので、D スターを0とすると、この2番目の条件、これ満たすことになります。ということで、0と0の最大公約数、これ0になるということが言えるわけです。よろしいですか。で、ちょっとこれは、だからまあ上の一般2のところの N はちゃんとこれ0よりも大きいっていうふうに今ここでしてるんですけども、それはまあ重要で、0と0の最大公約数はこの定義においては0と定義されるということになります。よろしいでしょうか。はい。で、これで最大公約数を定義しました。で、これを計算したいってことをします。いいですかね。で、それを行うのはユークリッドのアルゴリズムというアルゴリズムです。で、先ほど言った通り、これ、計算するアルゴリズムを今お見せするんですけども、これは、また先ほどと同じように Ruby で書いてます。で、これも、Ruby 風で、これ、まあ、Ruby で書いてるつもり。だから、皆さん、これ、そのまま実行できます。で、これは、再帰アルゴリズムです。で、どういうアルゴリズムなのかってことを説明します。まず、A は B 以上であって、B は0以上であるっていう、条件は満たした形で、これに入力してください。そうなるとちょっと困るんですけどね。で、さ、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、2行目で、まあ、G という文字を一つ出力することにします。これ先ほどと同じようにですね、その単純な再帰アルゴリズムって話先ほどしましたけども、その時と同じように、この再帰呼び出しの回数を、この G という文字が出力されて、その個数で測るっていう形をやりたいからです。だから2行目はそういう意味では本質的ではありません。で、3行目からこのユークリッドのアルゴリズムの主要部分が始まると。で、まず、B が0の場合。B が0の場合には、A をそのまま返します。そうか、さっき言っておかなかったことある。今です。そう、先ほどちゃんと言っておきます。今、ていうか言い忘れたんですけども、N が0よりも大きいときに、N と0の最大公約数 N って言ったんだけど、N が0のときにも、0なので、ここで言って一般にって言ってるこの N は、だから、これイコールがあってもいいわけですね。イコールがあっても、N と0の最大公約数は N になります。ですね。だから、これですね。B が0の場合は、A をそのまま出力すれば、
それが最大公約数ですということになると。だからこれ正しいと、ここまで。で、そうじゃない場合、B が0よりも大きい場合、あ、1以上の場合、どうするかっていうと、これを返しますと。で、これ何かっていうと、B っていうのはこの元々の B です。で、この A%B っていうのはこの下に書いてあるんですけども、A を B で割った余りです。で、数学ではこの A mod B と書きますけども、A mod B と書きますけども、これが、これが、二つ目の引数に来ると。で、一つ重要なことがあって、何かっていうと、だからこれ、最近呼び出しを行うわけです。です。だから最近呼び出しを行うときにも、先ほど、この初めにあったこの条件ですね。だからこの第一引数が第二引数以上であるっていう条件が成り立っている必要があります。だから B が、まあ、下の英語、数学の書き方すると A mod B 以上じゃないといけないわけです。ですかね。で、これは必ず正しいです。なんでかっていうと、A mod B って何なのかっていうと、まあ、今 A は B 以上なのですけども、A を B で割った余りっていうのがこの A mod B なわけです。だから何なのかっていうと、A っていうのは、B で割ると B かける何か、整数プラス、この A mod B っていう、この余りでかけるわけです。で、ただし、A mod B は、0以上、B 未満ですね。B 未満。こんな形になってる。ということですね。こんな形になってる。で、この時に、この Q のことを、これを、A を B で割った、小っていうわけです。これちょっと後で使うんで、ちょっと今これ書いてるんですけども、小ですね。で、だから、この、ま、余りの部分がこれ、B よりも大きかった、B 以上だったら、ま、この Q のところにですね、Q をもっと大きくしてですね、ここをま、小さくできるという言い方がいいのかな。ちょっとあんまり言い方が良くないんですけどね。もう、だけど、まあ、こういうふうに、書けるっていうのが、まあ、この余りの定義なわけです。余りの定義なわけです。だから、この余りの定義から必ずこの B、ここですね。この部分からちゃんとこの B が A mod B 以上になるっていう条件が必ず満たされるっていうことが言えます。だから、申し訳ありません。だからこれはその、今ここに書いてあるのが、この A mod B の定義なんですけども、そこからすぐに言えるということになるわけです。はい。よろしいでしょうか。で、このような再呼び出しを行うことによって、このユークリッドのアルゴリズムが正しく、この最大公約数をですね、計算するんだということは、演習問題に、まあ、一部書いてあるという形になります。まあ、その演習問題に書いてあることだけを言うだけでは、正しいということは言えないんですけども、正当性言えないんですけども、まあ、それが要になるという形なので、ちょっとそれは、もし、ご存じない人は、挑戦してみてくださいということになります。で、今からやりたいのは、このアルゴリズムの解析です。つまり、ここの、A と B っていうものをこれから入力したときに、このアルゴリズム、プログラムが、この G という文字を何個出力するのかということを考えたいと。で、これはですね、ややこしいです。ややこしい。で、これはその A と B っていうこの2つの数値に依存するので、これややこしいんですね。ややこしい。で、これ非常にややこしい。なんか、この余りとか出て、これ非常にややこしい。非常にややこしいので、で、これ厳密に求めるのは難しいので、上階を求めたいっていう形です。前回やった取り組みの、厳密にやったりとかですね、全近的に、やるのは難しいんだけども、まあ、上階を求めるっていうのは比較的簡単だっていう話をしたので、その上階を求めたいっていう形にしたいと思います。で、別の言い方すると、この上階っていうのは、このアルゴリズムの文脈で言うとですね、これは最悪の場合における保証になります。だから、これよりは大きくなりませんよっていう、その上から押さえてる限界を与えるっていうのが、この上階になるわけです。ですかね。で、そういうことはアルゴリズムの解析でよく行うわけですね。よく皆さんアルゴリズムの解析で、このオーダー記法、この O なんとかって書き方をすると思いますけども、これも上階を与える記法です。上階を考えているというのが記法なわけです。で、それは皆さんも実はすでにやっていることになる。だから、ここでもそれをやりましょうと。でも、まあ、オーダー記法で考えるわけじゃなくて、上階を与えるっていう立場でやります。それをやっていきます。はい。で、ちょっと、やる前に、またちょっと自分でプログラム書いて、やってみたので、まずそれをお見せします。
こんな感じですと。で、B を11に固定して、これ11、何でもよかったんですけども、で、A の方をこう変えましたと。で、A の方はもうこの適当なんですけども、まあ、すごく大きくなるように変えていくと。で、それをするとですね、何かっていうと、A の値をどんなに大きくしていっても、その出力された G の数はほぼ変わらない。ほぼ変わらない。まあ、大きくなっても6。で、しかもなんか単調に増えてるってわけでもない。これが怖いですね。この単調に増えていかないっていうのはね、これがね、困るんですよね。この数列、だからこれだから数列として扱おうと思ってます。これでも、もうなんかすごく不規則。で、困る。C、しかも、大きくても6にしかならない。あ、この、ここ、ここまではですね。ここまでは。ここまではってこれ読みませんけども、一応、まあ、読もうかな。ちょっと、暗い撮りをして、無理やり読もうと思いますけども。ここで16、ここで、だからこれ、81兆とかですね。81兆なんたらかんたらっていう数値が A の方に来ても、もう G の数5とか、だからこれ、すごく早いんですね。これ、だから最強微の数すごく少ない。すごく少ないっていうことがまず素晴らしいんですけども、それとともに A の方の数値をですね、大きくしていってもほぼ変わらない。ほぼ変わらない。B の方の数値は、だからこれ一定なんですけどね。B の方の数値一定にして A の方の数値変えてもほぼ変わらない。じゃあ B の方を大きくしたらどうなるか。今、これ先ほど11だったのをこれ20にしました。で、A の方はさっきと同じにこれ変えてるんですけども、これずっともう3で進んでいってます。で、これもほぼ変わらない。で、先ほどはその B が11だったら、G の数、まあ大きくても6とか言ってたんだけども、で、B の方の数、数をですね、値をですね、大きくしたら、G の方の、G、出力される G の数が大きくなるかと言われるとそうでもない。もう何なんでしょうね、これはってことです。でも一つ言うのは何かっていうと、A の方の数値はほぼこの計算量、出力される G の数に影響を与えないってことです。だから B の方だけに着目してなんか考えていきましょうってことを、まず今からやることとして一つ、視点として持つことにします。ということで、今から考えるのはこういう量です。で、これがややこしいから、まずこれが何なのかってことをちゃんと理解してほしい。今上に書いてあるのは、ユークリッドのアルゴリズムそのままです。先ほど変わらないです。あ、ちょっとこれプレコンディションのこと間違ってるんで、後で直しますね。これ、0以上。で、何なのかというと、何かっていうと、この GCDAB を実行するときに出力される、この G の数を数えたいんですけども、それを、この、N を決めたときにどうなるかってことを考えます。N。で、これ N は何なのかっていうと、この二つ目の引数 B で、として与えられる数値の上階です。だから B は N 以下じゃないといけませんよと。で、A は何でもいいです。1以上だったら何でもいいです。A は何でもよくって B は N 以下っていう制限の中で、この GCDAB っていうアルゴリズムを動かします。で、その時に出力される G の数の最大値を GN とします。ですか。だから、先ほどのその、なんだっけ。観察のように、A の値は、この計算量に影響を与えないという仮説なので、まあ、A は何でもいいですよと言ってる。で、B の値によって変わってくるかもしれないんだけども、その、B は必ず N 以下じゃなくちゃいけなくて、その N 以下の間の何でもいいですよと。だから、これを直感で書いてますけども、B が N 以下である。という入力に制限した場合の最悪次計算量を考えていると思ってください。いいですか？それが GN です。わかりますかね？いいですかね？ちょっと後で図も見せしますけども。で、欲しいのはこれの上階です。GN の上階です。GN そのもの、これを求めるのはこれ難しいので、GN っていうこの、数列はちゃんと決まるんですけども、それ自身を与えるのではなくて、その上階を考えます。で、次のページに多分、図があるはずです。こんな感じ。これ実際にちょっと、雰囲気をお見せしますと。何かというと、これ横軸、これ N です。横軸が N です。で、縦軸何かっていうと、先ほどのその出力された G の数を見てるんですけども、これ何かっていうと、これ各 N に対して、各 N に対して、まずこの緑色の、点があります。緑色の点、これ点なんですよ。で、これ点をこれ線で結んでるんですが、それが線で結ぶのは良くなかったかもしれない。線。で、これ何かというと、
各 N に対して、各 N に対して、これですね。これを書いてますね。この細い線、この緑の方は、この二つ目の引数をもう N に決めてしまいます。決めてしまいます。で、A は何でもいいですと。A は何でもいいです。というふうにしたときの、この GCDAN っていうものを実行します。だから、N、その二つ目の引数はもう N に決めてます。で、A の方は何でもいいと。で、その時に出力される G の数の最大値を N を決めた時に一つこう点として出てくるように書いたのがこの緑色です。で、これはすごくこれギザギザしてるわけです。先ほどのその、B が11の倍と20の倍で見てもらったというように、N が大きくなるからといって、この細い線は単調に増えていくわけじゃないわけですね。で、それをある意味で単調化したのが、前のページで考えた GN っていう、数列です。で、これ何かっていうと、まあ、基本的な考え方は何かっていうと、この緑色の線が最大値を更新したら赤がパッと上がると。こういう形になってます。だからこの二つ目の引数 B が N 以下であるところ。だから、ここが N だとすると、ここが N だとすると、なんかここら辺にその実際のその、この細い線の値があるんだけども、ここ、よりも左で、この一番大きな緑の値は何でしょうって言ってるのが赤です。ちょっと緑と赤っていう色は皆さんちゃんと見切れない場合があるかもしれませんけども、この下の方に来てるのが緑です。これが緑です。で、その上が赤です。だから今、この赤いここの点は何かっていうと、この今の点線よりも左側で緑が一番大きな値を弾き出しているところ。で、その値をこの赤い線で、太い線で書いてると思ってください。で、それが GN です。で、この GN が何なのかってことを知りたい。あるいはこの GN の上階を知りたい。これだから上から押さえるような関数なんでしょうってことを知りたい。ということが、今からやっていくことです。ですかね。で、それやっていくんですけども、いいですかね。これ難しいんですけども。だから、簡単にしてるんだけども、まだ難しい。ですかね。それやっていきます。で、どうやってじゃこの GN に対する上階を出すような式を作りますかってことになります。で、そのためにちょっと二つぐらい、いわゆる補題っていうのを作ります。で、まず何かっていうと、この図で見て、わかるように、この GN ってこの赤いもの、これは、広義単調増加します。広義単調増加っていうのは、なんか日本人的な言い方なんですけども、だから私あんまり日本人的な言い方をしないんで、普通私単調比現象って言うんですけど、単調非現象です。だから、減ることはない。ということですね。で、それ、まず、証明します。それがこれですね。これが、補題 A です。今、不思議なことが補題 A です。まず、GN の定義を上で、まず繰り返しています。で、何かっていうと、補題 A ですね。任意の1以上の自然数に対して、GN と GN プラス1を比べると、GN の方が GN プラス1以下ですよと。だから、GN プラス1が GN よりも小さくなることはない。まあ、単調非現象ですということです。これはまあ広義単調増加だったりします。で、なんでか。これは先ほどのこの GN の定義を見ればわかります。で、なんでかっていうと、GN イコール、今 GN っていうのは何かこの最大値なんですけども、その最大値を達成するような A と B というのはなんかあるわけです。GN イコール GCDAB の実行で使用される G の数となるような A と B がなんかあるので、それを考えましょうと。で、そうすると、まあ、GN っていうのはその A と B を使って、この式のように等式で書けるということになります。いいですかね。で、何かっていうと、今この B っていうのは N 以下です。B は N 以下で A は1以上です。ですかね。だから、今、ここに、この式に書いてあるように、引数を A プライム、B プライムってなんか違うものにして、しかも A プライムが動く範囲を1以上、B プライムが動く範囲を N プラス1以下。N プラス1がですね。っていう風にすると、ここに書いた A と B っていうのは、この範囲にありますから、そこで実行され、して出力される G の数っていうのは、この新しい範囲において出力される G の数の最大値以下になるわけです。いいですか？これ最大値の定義です。定義からわかります。定義からわかります。この範囲の A プライム、B プライム、
の実行で数学されている G の数の最大値を考えるんだけども、上の A と B ってのはその範囲の中にありますから、その範囲の中にある一番大きな値と、その範囲の中にある特定の値の大小を比べると、この不等式が出てくるということになります。ですか？で、ここに書かれている式は、これそのまんま GN プラス1の式、定義そのままです。ただ、まあ、A と B っていうのが A プライム、B プライムって文字に置き換わってるだけ。ってことになるわけです。ですね。ということで、この一連の不等式が主張示したかった不等式だということで証明が終わるわけです。ですか？ということで、この単調非現象性は、まあ、ここから、この定義からすぐにわかると。だから、この中、GCD ってこの、ユークリッドのアルゴリズムを使っているっていう性質は全然使っていません。使っていません。こういうふうにその単調になるように、この GN っていうのはこれ定義しているということになります。いいですか？で、もう一つ重要な定義があって、これ、で、次の、補題ですね。補題があって、そうか、まず、補題って何だかって説明する必要があった。補題って何でしょうと。補題ってのはですね、これ、補助命題。とか、補助定理って。補助定理。言われるもので、英語ではレンマって。でしますけども、何かその定理を証明するために、その使われる補助的な命題のことを言います。で、今やりたかったのは何かっていうと、この GL の上階を何か求めたいっていうふうに言ってるんだけども、それを導くために使う補助的な命題です。で、それを、一つ、ここでまず、紹介しました。で、もう一個その補題があります。で、もう一個の補題は、これは、ユークリッドのアルゴリズムの動きを追跡するときに使うんですけども、この補題自体はユークリッドのアルゴリズムそのものとは関係がありません。だから、純粋に、その割り算とは何かっていうことだけを意味している補題です。で、何かっていうと、1以上の自然数だとします。AB は。で、A の方が B 以上だというふうにします。その仮定の時に A を B で割った場合、A mod B っていうのは2分の A 以下ですと。で、このですね、括弧。これは何を言ってるかっていうと、X でこの、記号を書いてた。これは X の、ちゃんと書こうかな。ちょっと、ちゃんと書くために、ちょっと初めから書きますね。ここに書こうかな。実数 X に対して、この X でこの括弧を書いたら、これはですね、X の小数点以下切り捨てだと思ってください。ただ、切り捨てっていう日本語はちょっとあんまり数学的じゃないので、ちゃんと書こうとすると、これは、どういうことかっていうと、X 以下の整数の中で、最も大きいもの。のことを言います。だから例えば、例として、2.5。で、これ。これは、2ということになりますね。で、まあ、整数そのものを持ってきたら、それはそのもの、整数が出てきます。で、例えば、負の値ですね。マイナス1.5。持ってきたら、これマイナス2になります。ですかね。マイナス1.5以下の整数の中で最も大きいのはマイナス2だから。ですか。マイナス1じゃないってことに注意をしてください。いいですかね。だから、四捨五入でもない。四捨五入でもないってことを言う必要があるかな。マイナス1.4。これは1ですと。こんな感じ。違う。四捨五入じゃないってことを言おうとするんだったら、例が良くなくって。1.7か。1.7のこれは、1ですと。思いますね。で、これ自身をどう読むのかってことは難しいんですけども、まあ、英語ではフロアオブ X とかって言ったりするかな。ちょっと日本語で何て言うかわかんないですけども、だから X の切り捨てとかって言っちゃったりするかもしれません。ということで、で、ちなみに、切り上げはですね、この逆向きの、こういう、形で書いたりします。これシーリングって言ったりしますけど。シーリング、天井ですね。天井。フロアって床ですけど、シーリング天井ですけども。って感じで、まあ、記号を使ったりします。で、ここではこの、シーリングじゃなくて、フロアの方を使います。あ、で、後でこれシーリングの方出てくるかな。だからこれは、このシーリングの方は何かっていうと、X 以上の整数の中で最も小さいものを指します。で、これを使っていきます。で、これを証明します。で、証明今からやっていきます。で、どうするか。
ちょっとこれ消したいけど消さないでいくと、何か、まずですね、A と B は、整数。なので、先ほどちょっと言ったみたいに、A を B で割った時のこの書き方をしますと。だから、Q が小で、R が余りであるような書き方ですね。ただし、R が0以上、B か、B 未満であるような形で、まず A と A を書きます。で、この時の R が A を B で割った時の余りなわけです。よろしいですかね。まあ、こういうふうに書けると、1にかけるっていうのが、その割り算の、まあ、定義というか、書き方だったわけです。で、ここから考えていきます。で、今この R が、この2分の A 小数点以下切り捨て以下であるってことを証明したいと。で、2つに場合分けします。その前に、まず A は B 以上なので、この Q は必ず1以上になります。いいですかね。そうじゃないと、R がこの間に挟まらなくなってしまう。挟まらなくなります。まあ、これ A は正なので、これ、Q、これ負にならないんですけども、だから、Q が0だとすると、A イコール R になってしまいます。で、そうすると、なんと言いますね。Q イコール0だと、A イコール R ですね。ちゃんと書こうかな。ちょっとこれは、ちゃんともともと書いてなかった。A イコール BQ プラス R だったので、これが R となります。で、この時、どうなるかっていうと、A イコール R なんだけど、R は B 未満です。これですね。で、B は A 以下なので、これは A 以下と。となり、これだから、A が A よりも小さいが導かれ、矛盾となると。いいですかね。だから、Q は必ず1以上です。で、それを使って、まず、で、これを使って2つ場合分けしていきます。まずですね、B が2分の A の、切り捨て以下の時。この時には、もともと R は B 未満であって、この式より、この R が2分の A 以下になる、未満になるってことは言えると。だからこれ OK ってことなんですね。だからそうじゃない時は難しいわけです。だから、B が2分の A よりも大きい場合、この時を考えます。で、そうすると何かっていうと、R は今、この式ですね。元々の式から、この割り算の式から A-BQ になります。ですね。で、Q は1以上だっていうふうに言ってるんで、Q は1以上だっていうふうに言ってるんで、Q を1で置き換えると大きくなりますね。マイナスだからですね。A-B は A-BQ 以上になります。ですか。で、今 B は2分の A よりも大きいって言ってるんで、この B を2分の A で置き換えると、これまたマイナスがついてますから大きくなります。と統合ない不等号になる。で、今ですね、A マイナス2分の E、A の切り捨て、フロアがあるんですけども、これは実は2分の A のシーリングですね。に等しくなるってことが言えます。これ演習問題なんですけども。これ言えます。ですかね。そうすると、R は2分の A のシーリングよりも真に小さいんで、フロアに対してはイコール付きで、R が2分の A 以下になるということが、二分の A の、小数点が切り捨て以下になるっていう統合式で言えるということになります。ここがその不等号になっていることが、これ重要、統合のない不等号になっているということが重要ですね。ということで、この式が正しいということが言えましたということになります。で、これが補題 B です。で、この二つを使って、ユークリッドのアルゴリズムの解析をしていこうということになります。で、どうなるか。これ今、ユークリッドのアルゴリズムでしたね。で、今やりたかったのは、この GN っていう、これを、解析するということでした。で、GN っていうのは、この A が1以上で、B が N 以下であるような入力をすべて考えたときに、このアルゴリズムが出力する G の数の最大値は何でしょうというふうなことを考えるわけですね。なので、この GN が、を与えるような AB を考えます。これ先ほどの補題 A の考え方と同じですね。GN を与えるような AB を考えます。で、それについて見ていきます。GN っていうのは GCDAB の実行で出力される G の数になります。じゃあ、これはですね、アルゴリズムの動きを見ると、B が1以上だったら、B が1以上だったら、その再起の方に入っていくので、まず初めの方で G を1個出して、その後、再起呼び出しにおいて、第一引数を B、第二引数を A モッド B として実行するってことが起こるので、その再起呼び出しの中で実行、再起呼び出しの実行の中で出力される G の数っていうのが後ろに出てくるという形になるわけです。
ですかね。で、これは何でしょうと。今ですね、我々はですね、この A mod B っていうのが、二分の A の小数点以下、近似点以下だってことを知っています。ですね。それは先ほどの補題 B です。あ、待ってくださいね。ここで使うんじゃないかな。ちょっと今これは正しいんだけども、でもこれはここで使うんじゃなくて、で、ここで場合焼きあります。すいません。これは正しいんだけども、これ今使えません。すいません。余分なこと言いました。余分なこと言ったら消しますね。で、ここで場合焼きします。で、まず、A mod B が0の場合。A mod B が0の場合は、再帰がここで終わります。再帰がここで終わって、この再帰の中で、1が、G がもう1個出力されて、そこで終わります。実行が終わります。だから、この GN っていうのは2になって終わります。終わります。で、そうじゃない場合。あれですね。で、そうじゃない場合は、この中でもう1回再帰呼び出しをするわけです。で、それを見てみましょう。で、そうすると何かっていうと、この中でもう1回再帰呼び出しを行うと何が起こるかっていうと、この再帰呼び出しの中では、この第二次奇数が第一奇数の方に来て、第一奇数を第二奇数で割った余りっていうのが第二奇数に来ます。ですか？ややこしいですよね。で、G をもう一個出力してるから、初めのところの定数は2になると、形になります。いいですか？ややこしいですね。で、ここで補題 B を使うんですけども、ここの、これですね。これが小さい。補題 B より、これは、だから、補題 B 何だったかっていうと、A mod B は2分の A の小数点以下近似点っていうのが元々の式でした。で、この A が今 B に変わって、B が A mod B に変わった式が上に書いてあります。ね。で、これが、初めの文字の2分の1の小数点以下近似点以下になるというのが、補題 B からわかります。だから、ここに書かれているものですね。ここに書かれているものは、ここに書かれているものは、2分の B の小数点以下、近似点以下になるというわけです。ということから、今ですね、この第二奇数を2分の B の小数点以下、近似点以下で、第一奇数を1以上の範囲で全て取った場合の、この出力される G の数の最大値っていうのを考えると、ここに書いてある A mod B とか B mod A mod B っていうのは、この範囲にありますから、最大値を取ると、この不等式が出てくるっていう、これは補題 A の時の考え方と同じです。補題 A を使っておいてありません。補題 A の時の考え方と同じです。で、そうすると、この式何かっていうと、これは実は GN の定義の N の部分が2分の B に変わったものになってます。ということなので、これは、2プラス G 2分の B、小数点が以下近似点。っていう形になったわけです。これは同じものですね。これ同じもの。はい。で、補題 A から今2分の B っていうのが、B っていうのが N 以下だったので、補題 A の単調性から、補題 A ですね。補題 A の単調性から、2プラス G の2分の L の小数点以下近似点とかけるということになります。いいですか？ということで、GN に対して上からこの式で抑えられるということが分かったということになります。で、これが全可式なわけです。でも全可式なんだけども、この不等式になっているということは注意をしてください。はい。ということで、つまり、2つ場合分けがあったんですけども、N が1以上だったらどちらの場合でも GN が2プラス G、そういう字が2分の L の小数点以下近似点以下になるということが分かったと。どちらの場合でもですね、こうなるということになりました。ということでまとめると、こうなると。N が0の時には1回 G を出力して終わり、N が1以上の時には今言った不等式が成り立つということになります。だからこれ不等式があることに注意するんですけども、ここからどう進めるかは次回の話になりますので、こうご期待してください。はい。ではですね、1個、未解決問題があるんですけども、このコラッツ問題っていうのがあります。で、コラッツ予想っていうのがあります。これ何かっていうと、n っていう自然数を入力して、それは偶数だったら n を半分にする。奇数だったら 3n プラス1にしてまた呼び出すってことを続けます。で、これは止まらないんですけども、コラッツ予想っていう未解決問題は、任意の n につい
対して、これがですね、必ず1を出力する。この2行目でですね、必ず1を出力するって言ってるのが、2ヶ月問題です。で、これはですね、最近、この N が2の70乗以下の時は正しいと報告されています。これはコンピュータープログラムでですね、検証されてるんですけども、全然、解決に至ってないということになってます。まあ、なんとも言えないですがね。はい。という、この数列に関する、未解決、数学上の未解決問題もあるので、ぜ、ここでご紹介しておきました。皆さん、もし、興味があったら、いろいろ調べてみてください。はい。ではですね、まとめとして、今日の目標、全化式立てられるようになるという話でした。で、初めに言った通り、アルゴリズムの計算量解析の基礎は数上げなので、それを視点として、ぜひ、見つけてください。はい。では、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。